一緒に瞬間を見たいという気持ちもわからんでもないから、わからんでもないから見よう。よっしゃー、みんな、ありがとう。200万円に行ったよ。200万円に行ったよ、みんな、ありがとう。ちょっとこの中途半端な状態で終わんの気性いわ。気象絵はちょ適当に描いていい？はい、適当に描きました。やったー、ありがとう。ちゃんと描いて。え、描いたじゃん。200万人いったから過去の話でもしますか。昔は清楚だったみたいな話。いや正直今も清楚なんだけれど、いや何があったかというと、最初はね、やっぱ私配信を経験がほぼないのよ。なんか昔それこそ絵描き友達のお絵描き配信の一緒に描いたりとか、まあないんですよ経験が。だから YouTube 始めるときに普通に仕事先に話すかのような丁寧さで始めたんですね。したらロリの尻尾がね、ロリのかけらが出た時に、じゃロリのかけらってなんだよってこと、なんかあの罰ゲームでロリを一瞬やった時にオタクたちがあまりにロリロリ言い出して、さすがにキモくてちょっとお前らキモすぎという牽制をするために、お前らキモすぎという口に出してしまいましたらこうなりました。はい。なのでなんであの頃の丁寧で清楚なういはいなくなったのかと言ったならば、それはお前らのせいですという感じですね。あれがなければ、もしくはロリをやってもその後ロリロリ言わなければ、もうあのまま住んでいたわけですよ。ええ。